二大世界王座決定戦。 ISKA とはイギリスの格闘技団体であり、マサトや小比類巻大臣がそのベルトを腰に巻いた由緒あるタイトル。この世界王座に日本から2人の男が立ち上がった。8月14日は世界のベルトクラッシュに。まずは世界スーパーライト級王座に挑むトルネードクラッシャー尾崎圭二。今までやってきたもの全てをここに見つけたい、思えばキックを始めて、最高峰の世界チャンピオンだと思ってというところはあったので、その格闘人生で一番いい試合をして、必ず世界チャンピオンになりたいなっていう気持ちでいますね、はい。テコンドーベースの華麗な足技で世界の頂に挑む。暴走機関車トーマス・アダマンド・ポウロス。フランスから送り込まれた未知の強豪のアダマンド・ポウロスは ISKA フランス三冠王者。尾崎圭二、格闘家人生最大の戦い、いざ出陣。 ISKA 世界スーパーライト級王座決定戦、トーマス・アダマンド・ポウロス VS 尾崎圭二。ISKA 世界王座戦、その ISKA のフランス国内三冠王者です。初来日、タイトルに最もふさわしいのは自分と名乗りを上げました。さあこちら、いや堂々たる体格を誇ります、トーマス・アダマンド・ポウロス。24歳にして54戦の豊富なキャリア、一撃入魂の強打者。さて前日計量の席、終始今夜の敵にこの鋭い視線を投げつけるような表情が印象的でした。次は世界、その思い、国内を制した自分の方が上と、トーマス・アダマンド・ポウロス。8年前、その頃から最終的な目標が世界チャンピオンでした。今その時はやってきた。リング上でまずはフランスの王者、さあ日本のクラッシュから尾崎圭二、時がやってきた。テコンドーベースの回転技は今や説得力十分、そのテコンドー歴はすでに14年です。その全てをかける、全てはこの時のためだった。チームドラゴン尾崎圭二、さあ時はやってきた。さあまずタイトルマッチ宣言です。タイトルマッチ宣言、ただいまより行われる ISKA 世界スーパーライト級王座決定戦、尾崎圭二選手対トーマス・アダマンド・ポウロス選手の試合は2011年8月14日、厳正なるメディカルチェックの結果、両選手
画であったため、この試合を ISK 世界スーパーライト戦タイトルマッチとすることをここに宣言する。2011年8月14日 ISK ジャパン代表石井純二、ありがとうございました。それでは続きまして試合前の写真撮影を行います。どうぞ球場にお越しください。今 ISK のベルトが披露されています。トリプルメインイベントの第2試合は ISK 世界スーパーライト級王座決定戦、5ラウンドマッチ延長1ラウンド制となっています。ありがとうございました。ハードヒッター初登場です。トーマス・アダマンド・ポウロス、クラッシュへ。アダマンドは日本チームで163キロ、アダティエイジ。今やクラッシュを背負う一人です、尾崎圭司。チームドラゴン。さあ今戦いが始まります。では中村さん、はい、2つの ISK 世界戦ですね、ラインナップされました。これは楽しみです。そうですね、特に前日計量と会見の時にトーマス選手がすごくやる気満々で、戦う気オーラをこう全身から出してたのがすごく印象的だったので、はい、試合何度か映像で見たんですけど、かなりアグレッシブで前に出ていく選手なので、はい、それをどう尾崎選手がさばいて戦うかというのが一つキーポイントになるんじゃないですかね。なるほど。強い左のインロー、そしてこの筋肉量が多いファイターですね。軽量の結果だけ見ると少しトーマス選手の方がリミットで軽かったんですけど、はい、ここ実際並んでみると体のなんか芯の強さというか、なんか大きさはやっぱりトーマス選手感じさせますね。いや、尾崎の方もですね、そのパンチも蹴りも強いと、ムエタイもうまい、自分にとって過去最強の相手でしょうというコメントがありました。パンチからローキック、トーマスです。なかなかガードも硬そうですね。そうですね、本当に まずはしっかりガードして、そこからどんどん自分の攻撃を返そうっていうのが今のトーマス選手だと思うんで、はい、尾崎選手もここはちょっとあれですよね、不用意に、行かずに、慎重に試合を作っていきたいところですよね。尾崎といえばもちろんテコンドーベース、その華麗な蹴り、足技があるんですけれども、その他にバックハンドブローもありますし、しっかりと攻撃を組み立てていくというイメージもありますよね。そうですね。ボディへ、さらに左ハイ。トーマス、このインローは尾崎あまり食らいたくないところでしょう。そうですね、やっぱ長丁場ですし、こういうダメージが残るような攻撃は、はい、受けない方がいいとは思うんですけど、やっぱりちょっと攻撃が重いですね。そうですよね、はい、また顔面への攻撃、ボディ、さらにローキック、右アッパー、右ストレート、さらに左右のボディフック。いや、すごい回転のパンチです。速いですね。そうですね、今のロープに詰めた時のラッシュはすごかったですね。手数が減りません、トーマス。しかもしっかりこうボディと顔面にパンチ散らしてたんで、はい、ただやみくもに打ってるわけじゃないので、これはちょっと厄介ですね。そして右ストレート、尾崎が蹴りで入っていったところ、逆に打ち返して押し返しました。今もフェイント気味に入ってくる、また緩急をつけますね。そうですね、やっぱりこうトーマス選手、しっかり守るときは守って、出るときは出るっていう、そういう戦い方をしてますね、ここまでは。そしてコンビネーションがあります。ただ尾崎選手も
パンチ受けながらもあの右のローキック返してるんで、はい、これをこうしっかりやって続けていけば5ラウンドの中でチャンスは出てくると思いますね。そうですね、そのローキックにもバリエーションがあります。ここで第1ラウンド終了。さあまず最初のラウンド、トーマス・アダマンド・ポーロスがこれが強者だということはもう十分分かりました。いや最初にあのミドルとローケットの時はもう衝撃音が、ちょっと普通のやっぱ日本の選手にはないようなやっぱ威力を感じさせましたね。そうですね、で今チームドラゴン前田健作代表から策を授けられているようですけれども、でも今日は尾崎の応援団もたくさん駆けつけています。念願だったという世界戦。いやしかしこちら尾崎はもちろんそれを公言したんですけれども、トーマスサイドもそれは同じことなんですよね。フランスですでに ISK 王者、日本で世界戦を迎えるということになっています。さあ第2ラウンド、左のミドルキックから尾崎サイドキック気味に入ってきます。そこへ右蹴り上げるようにトーマスです。このラウンドは中村さん、はい、どのあたりを注目されているんですか。まあ、やっぱりあの尾崎選手が、まあ、しっかり、まあ、僕はやっぱローキックで崩しているのが一番だと思いますね。はい、何か変わったポイントは尾崎ありますか。いや、まだそこまでは変わってないと思うので。バックスピンキック、ここでこの試合最初に繰り出しました。まあ、ちょっとずつああいう回転系の技を入れながら、はい、こう崩していくのが尾崎選手にとっては今は重要な戦い方かなと思いますね。ボディへの蹴りもある。もう一撃でも右のローを合わせるようにしましたトーマスです。この回転系の得意の技をいつ繰り出すのかというタイミングも大事なんでしょうね。そうですね、まあ、それを当てるためにもあの下の崩しとかあの両攻撃散らすことが大事ですからね。なるほど。よし、しっかり取って左のパンチは青いグローブトーマス、そこに横蹴り。こういう攻撃が出てくると尾崎ペースになってきそうです。ちょっとずつやっぱり距離とか前が尾崎選手のものになってきてるんで。ああそうですか、はい、ちょっと1ラウンドほどこうラッシュが、効かなくなってますねトーマス選手の方が。今も飛び膝からパンチありましたけれども尾崎がかわす。でもその後のローキックは強いトーマス。プレッシャーをかける尾崎、しかしその後また押してきます。左から右アッパー、そしてローキック、当たったよというトーマスです。残り50秒を切った第2ラウンド、これについてはいけません。尾崎の鼻の上の部分赤く変色しています。今もパンチと見せてローキック、これよく考えられていますねトーマスの攻撃。まあ、本当にこうパワーだけじゃないですよね。あでも今の右のローキックって効いたんじゃないですかトーマス選手の方が。そうですか、はい、そこに尾崎がさらにローキック、ケージコールも巻き起こる、足を払うようにしていくトーマスのローキックです。尾崎が中心を取るパンチの応酬、一旦下がりました。しかしその間にもローキックで、おーグランドブロー、これはダウンです。いやダウンではないというアピールですけれども倒れましたね。そうですね、ちょっとのトーマス選手があのロー蹴ったところに、はい、あのバックブローがタイミングよく入りましたね。いやドンピシャリというタイミング。第2ラウンド終了間際尾崎啓司がダウンを奪っています。さあ中村さん、はい、試合を動かしましたね。そうですね、まあ、その前の右のパンチも当たってましたからね、はい、まあ、でもあの1ラウンド